にゃんにゃんチャンネルのキャベ太郎です。2021年第15節ヴィッセル神戸戦の試合解説をしていきたいと思います。ヴィッセル神戸戦、非常にタフな試合でした。ヴィッセル神戸は前線からの統率された守備、イニエスタを中心としたショートパス、ロングパスでリズムに乗ったゲームメイクは非常にバランスが良かった。特にヴィッセル神戸の左サイド、浦和レッズの右サイドで酒井豪徳と西大吾のマッチアップは非常に見応えがありました。前半はヴィッセル神戸ペースで試合が進んだものの、結果として0対0で折り返すことができたので、あまりバランスを変えないでいくのかと思われたのですが、後半に入りリカルド・ロドリゲス監督は阿部に変えて柴戸、武藤に変えて小泉の投入を決断しました。この思い切った采配、特に小泉芳生が試合に及ぼした影響は大きく、浦和は後半流れを大きく引き寄せます。ここでピックアッププレイ。今回のピックアップは浦和レッズ1点目のシーンです。岩波から左サイドのゆるきにロングボールが出ます。岩波のボールの精度、ゆるきのトラップは非常に美しかった。そこから秋元がヴィッセル神戸の裏にランニングをしてボールを受けようとします。もう一度言います。秋元スタートポジションはディフェンダーです。本当に秋元の運動量どうなってんの。結局裏では受けることができず、秋元はゆるきにダイレクトパスで戻し、ゆるきは内側にドリブルをしながら小泉にパス。これで選手全体が中央に引きつけられたため、小泉は柴戸にダイレクトパス。そこからさらに柴戸が左サイドに流れた秋元に、これもダイレクトパス。前節のピックアッププレーでも取り上げましたが、この柴戸選手の展開力の成長が著しい。秋元はペナルティエリアを覗きながらゆっくりドリブルをしたところで、ゆるきが裏にいいタイミングのランニングを見せたので、そこにスルーパス。ゆるきは利き足ではない左足のセンタリングになりましたが、蹴れるんですね、質が高かった。そして理科小列ではおなじみ、しっかり逆サイドの選手は中央に入り込む。戦術通りペナルティエリアに侵入していた田中達也が、距離はありながらも強いヘディングを下に叩きつけてゴール。ゴールした後に小泉芳生がボールを蹴り込むところまで完璧でした。にゃんにゃん。前半苦しみながらも選手交代を駆使して試合中に流れを取り戻すことができるようになってきた。これには大きなチームの成熟が感じられます。次節広島戦は中3日での開催になります。選手には若干疲労が見えてくるこの季節、私たちの応援で浦和レッズを勝利に導きましょう。にゃんにゃんチャンネルのキャベ太郎でした。バイバイ。Check the mic and make sure it sound right, boys.